2番です。等速直線運動の VT グラフが与えられています。 1,2,3,4,5 秒後、ずっと速度が12の直線運動であるということを表しています。1番、この自動車の X と T の関係を表すグラフを書きなさいです。XT グラフを書きなさいですから、1秒後には12メートル進んでいます。5秒後には60メートル進んでいます。50、60、XT グラフの傾きは速度 V を表します。 V が一定ですから、このようなグラフになります。2番、式を作りなさい。 X=VT ですが、 V が12、常に12ですから、ここに12を代入します。ゆえに移動距離変位は 12t と、このような式になります。